週末の小田原駅です。皆さんよくご存知だと思うんですが、小田原駅の駅構内コンコースにですね、素晴らしいステンドグラスがございます。ちょうど中央に見えるのは日本一の富士山ですね。非常に雄大な姿を表しております。その横は坂尾川でしょうか、早川でしょうか、よく描かれております。その隣は梅ですね。あ、これは全国でも有名な曽我梅林だと思います。それから荒々しい波の姿が雄大に描かれておりますが、これは相模湾でしょうか。こちらおそらく箱根の山々の木々を映し出したものだと思います。ぜひ皆さん一度小田原の駅を通られるときですね、上を見上げていただいてスタンドグラスを堪能して、この小田原の町々の素晴らしさを堪能していただきたいと思います。